氷河の表面に形成されたクリオコナイト。クリオコナイトとは、氷河の表面に形成される直径0.2から2.0ミ、mm、リメートル程度の黒色の粒子である。卵巣や従属栄養性のバクテリア、鉱物質の粒子などからなる。クリオコナイトの主たる構成要素は、氷節もとして氷河に生息する卵巣である。糸状の卵巣が成長しながら、周囲の砂や有機物を巻き込み、 層を成しながら発達していく。生きた卵巣のも体はクリオコナイトの表面のみであり、内部にはサルウや死滅した卵巣、それを分解利用するバクテリアなどが詰まっている。藻類としては卵巣の他に緑巣の仲間も確認されている。クリオコナイトは一般に黒っぽい色をしているが、これは主にバクテリアによる卵巣の分解産物に由来する。 このような腐食質も含め、クリオコナイトの有機質は乾燥重量の0.8から13.8%程度である。氷河の下流部では、クリオコナイトが底に溜まった円柱状の水溜まりが形成される。これをクリオコナイトホールと呼ぶ。クリオコナイトホールの大きさは直径数から数十センチ、深さも同程度。クリオコナイトホールは、 黒色のクリオコナイトが太陽光を吸収し、熱を帯びて氷を溶かすことで形成される。クボンで水の溜まったクリオコナイトホールではより、クリオコナイトが発達、集合しやすくなり、ホールの形成が促進される。クリオコナイトホールの規模や発達速度、発生から消滅までの時間などは地域によって異なる。ホール内部の水は氷節もや、それを捕食する氷ミミズ、 氷河底味人子、氷河ゆすりか、ワムシ類、クモムシ類といった小動物の住みかとなる。クリオコナイトホールは氷河という極限環境下で比較的安定に水を供給する場として氷河の生態系において重要な役割を果たしていると考えられている。ありがとうございます。